こんちくわ、あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、シティハンターの映画、見た？どうしたんだ霊夢、突然。シティハンターの映画って、鈴木亮平さんが出てるあれか？そうそう、鈴木亮平さんって、変態仮面の映画に出てた、変態さんよね。さすがに年季の入った変態っぷりだったわ。お前、それ、鈴木さんのファンに殺され。いや、あながち間違ってないかもしれん。鈴木さんはある意味演技の変態、いや、天才かもしれないからな。あれだけ役に対してやり込む人は、なかなかいないからな。なんか聞いた話だと、体重を自由に増減させられるって。私たちと同じ妖怪枠なの？何言ってるんだお前。体重は、わざわざ役に合わせて増やしたんだろ。っていうか、妖怪枠って。あと俺を一緒にするな。ちょ、マリサ、一人だけ人間枠になろうなんて、許さないわよ。私たちはいつも一緒、初代プリキュアみたいな感じなんだからね。なんなんだよ。しかも初代って。霊夢、首だけ妖怪つるべ落としは、お前一人でいい。ところでなんで、シティハンターの映画の話なんだ？いやね、今の時代、セクハラがすっごくうるさいのに、あれ、よく制作しようと思ったわよねって。完全アウトでしょ。もっこりって。しかも連呼してるし、踊ってるし、いろんな人にセクハラだし。まあな、確かにアウトだ。ただ、あくまでもあれはフィクションだし、もともとは漫画だし、大ヒットしたやつだからな。それにそんなこと言い出したら、いろんな映画がアウトだろ。あくまでもハラスメントは、相手の嫌がることをして、不快感を覚えさせる行為、その総称だ。だから、まあ確かにそう考えると、サイバ用は、ほぼほぼセクハラの塊なのか。そうそう、でもやるときはやる、そのギャップがいいのよね。あれだけできる男なら、セクハラも許されるんじゃないの？何言ってんだよ。いくら仕事ができても、それはそれ、セクハラはしちゃダメだろ。でも、サイバ用が、貧困法制、真面目一辺倒の、ただの仕事人みたいだったら、面白くないでしょ？セクハラがあるから、そのギャップに燃えるのよ。まあそれは否定しないが。ただそれも、フィクションだから許される話だがな。現実にいたら、即通報されるだろ。そうなの？みんな心が狭いわね。あれぐらい許してあげましょうよ。サイバ用がセクハラじゃなかったら、ほぼすべてのセクハラは、無罪放免だ。あれはどう考えてもアウトだ。そうだな。セクハラについては、昨今の主張がいろいろと、事例を挙げて教えてくれている。その例について見ていこうか。どういうこと？セクハラのガイドラインの発表とか？いやいやいや。ある意味教師、いわゆる反面教師ってやつだ。あ、お察しね。統合庁の庁長とか、岐南庁の庁長とか。町の名前を、ハラスメントで有名にした人ね。確か町が発表した、第三者委員会の報告書が、なかなかのボリュームだったのよね。それじゃ今日は、その二つの町じゃない、池田庁の発表した、ハラスメントの報告書について、一緒に確認していこうか。この中では、およそ20年ほど前から、庁長のセクハラ行為はあったと、示唆されているんだ。に、20年。赤ちゃんが成人する年月よ。そんなに。まあ、そのあたりも見ていこう。それじゃ早速解説していこうか。みんなも、それではゆっくりしていってね。この問題は、岐阜県池田町の町長、いや、当時町長だった岡崎和夫氏が、セクハラ行為を行っていたとして、町役場の女性職員から告発されたことで、明らかになった。告発？ってことは、その告発した女性職員が、被害を受けていたってことよね？ああ。告発がなされたのは2023年7月。そしてその被害について、第三者委員会が発足して、調査を行うことになった。そして第三者委員会の報告書については、2024年4月24日に公表され、結果、岡崎町長は辞任することになったんだ。え、それじゃ、7月に告発して、次の年の4月まで、町長はそのまま仕事してたの？それ、めっちゃ嫌な感じじゃない。告発した人、すごくしんどかったんじゃないの？だろうな。だがそれだけ、町長のセクハラがひどかったんだろう。いや、それだけじゃない。この町長は長年、町長として町のトップを務めていた。そのためその町役場では、異常な状態、職場の風潮が蔓延していたようだ。この岡崎町長は、2003年の2月から町長を務め、2024年4月26日に辞職するまで、およそ21年間も町長をしていたんだ。それは、相当長いわね。この町長、どんな人だったの？この岡崎町長は、もともと池田町の町役場で働いていた。1966年4月から町役場で勤務し始め、2002年まで勤めている。そして退職後に町長選挙に出馬し、無投票で当選。
その後6期にわたり、町長を務めてきたんだ。無投票で当選って、他に候補はいなかったの？選挙で岡崎市以外に候補者がいたのは、2011年と2023年の2回。2007年、2015年、2019年は無投票だ。それじゃずっと、池田町の町長の椅子を独占してたのね。そういうことになるな。だが、2023年7月、その町長に対して告発が行われる。告発はどういうものだったの？この告発は、池田町の職員の女性と、元職員の女性が行ったものだ。現職の職員さんはわかるけど、退職した職員さんもって、それってどうなるのかしら。この元職員の女性は、2023年3月に退職しているんだが、在職中に行われた行為について、告発することにしたんだ。彼女の言う被害については、2013年4月から、2014年3月にかけて、岡崎町長が、町長室で次のような行為をした、というものだ。町長は、若い子の力をもらわないといけない、と言いながら手を触る、さらにはお尻を触ったそうなんだ。キモい。アウトよアウト。っていうか、辞めたってことは、それが原因ってこと？だろうな。ちなみにこの告発だが、町役場に対して行ったわけじゃなく、外部の労働組合に相談して、行われたものだそうだ。え、町のそういう、ハラスメントの相談窓口じゃないの？どういうことなの？彼女たちが、外部の労働組合に相談した理由として、このような見解を述べている。町長のセクハラを問題として捉えること自体が、タブーという同調圧力があった。そこで、内部に通報することができない、したところでもみ消されたり、不利益を被る、と考えたんだろう。そこで、外部の労働組合である、岐阜青年ユニオンに駆け込んだそうだ。なるほどね。この町長って、20年も町長やってるわけだし、もともと町の職員だったんだもの。そりゃいろいろと、つながりを持ってるわよね。っていうか、外部に駆け込まないと無理って、相当やばい状況じゃない？だろうな。おそらく町長のセクハラは、今まで見て見ぬふりをされたり、訴えても、ないことや、我慢するようにといったことが、行われていたのかもしれない。そうなると、その職場にいる人間は、逆らうことを諦め、無気力になっていく。そういう風潮があったんだろう。それじゃ、相当勇気を出して訴えたのよね。そうだろうな。そして少なくともその勇気は、ある程度報われることになった。駆け込んだ先の労働組合、岐阜青年ユニオンは、町に対し、第三者委員会を設置して事実を調査することなどを求める要求をするんだぜ。出た、第三者委員会、これが出たら、相当の割合で有罪よね。いやいやいや。別に、第三者委員会が判決を出すわけじゃない。あくまでも調査をするだけだぞ。でも、今までの感じだと、結構アウトから、ゲームセットの流れになってるじゃない。暴疑難聴とか、暴投傍聴とか。お前、伏せるなら、ちゃんと伏せろよ。諸バレだろ。いいじゃない。岐南町の町長は、99のハラスメント、東郷町の町長は、108のハラスメントよね。隠す気ないな。まあいいが。確かにその二つはゲームセットになったな。でしょ？それじゃ今回も、気が早いな。まあ霊夢の言う通り、この町長も、第三者委員会で断罪されることになるんだが、ギッタンギッタンにやられる感じ？お前のその下水感じ、やめとけよ。被害を受けた人は本当にしんどくて、辛い思いをしている人も、たくさんいるんだぞ。ごめん。それじゃここからは、第三者委員会の設立と、その報告書について見ていこうか。まず、この告発について池田町の岡崎町長はすぐ反応している。彼は会見を行い、指摘された一部のセクハラ行為を認めているんだ。え、認めたの？いきなり認めるって、珍しいわね。その時のコメントはこうだ。私が圧力をかけたことはないが、気楽に相談できる体制づくりをする必要がある、と思っているというものだ。なんだか、人ごとね、自分が告発されたんじゃないの？だな。しかもこの時点では、第三者委員会は設けず、町の指針に基づき、町が職員に聞き取り調査などを行う、そういった方針だったんだ。いやいやいや、町って、役所が中心ってことよね？それが信用できないからの告発でしょ？だな。結局次の日には、議会から第三者委員会を設置すべき、との意見が出て、第三者委員会の設置が決まる。ほ、よかったわ。っていうか、町に調査させるって、この町長、もしかしてもみ消すつもりだったんじゃ。鋭いな霊夢。この町長、長年町に君臨してきただけあって、なかなかの狸だ。っていうことは、東郷町とか岐南町より、一枚も二枚も上手ってこと？あれよね。よくあるふふ。奴は我々三町長の中でも最弱。って、そういう奴よね。
何を言ってるんだお前。三町長って。それ四天王だろ。っていうか死亡フラグだろ。まあいいがな。その後第三者委員会は、岐阜県弁護士会の推薦で、3名の弁護士が選任され、令和5年10月5日から調査を開始することになる。そして令和6年4月24日に、その報告書が提出された。なんかこの頃、こういう報告書、流行ってるわね。昔よりちゃんと調べるようになったのは、いいことだけどね。流行ってるって。まあ、町などの行政機関は、企業と違って税金で運営されているし、公正かつ適切に運営されているかが重要だ。決して企業が適当というわけじゃないがな。それで、調査の報告はどうだったの？まず第三者委員会の調査方法だが、次のようなものだ。一つ目はアンケート調査。これは調査対象者となる在職者382名と、平成25年4月1日以降の退職者509名へのアンケート調査だ。また庁舎内の女性職員へのヒアリングの実施。上記を行った上で、アンケートやヒアリングを元にした、職員や元職員への個別ヒアリングも行った。あとは町長についても、ヒアリングを行っているぜ。まあ、双方から話を聞かないとだもんね。アンケートの回答率は 56.3。その中で、セクハラを自分が受けた、と回答したのは10名。全員女性だ。また、見たり聞いたりしたと回答した人は、41名だった。10人。多いのか少ないのか、少なくはないだろう。また、セクハラを受けた時期については、平成21年から令和3年とかなり広い期間だ。こう考えると、常習性があるのかもしれないし、結構頻繁に行われていた可能性もある。そのセクハラ行為については、肩、手、髪等の身体に触れるという回答が、32名で最も多く、抱きつかれるが11名、容姿、体型などについては第2されるが10名、その他は12名となっている。抱きつかれる。アウト。ちなみに場所は、町長室が最も多く29名。宿直室が8名、その他が13名となっている。町長室でそんな。宿直室も危ないのね。気持ち悪い。アンケートでは、こういう感じの回答だ。少なくともセクハラ事案は間違いなく存在している、そう考えられるものだな。さらに女性職員へのヒアリングだが、実施するにあたり、こんな声が寄せられたそうだ。アンケートの発信元が池田町総務課だったので、第三者委員会への不信感、アンケートの回答内容が漏洩するんじゃないか。そういった不安感があり、調査に協力できないそういったものだ。そこまで言って、結構この問題、根深い感じよね。ああ。それだけ、この池田町での町長の支配、影響力が大きいのもあるだろうし、結果、池田町の役所自体が、不穏な職場になっているという、少佐とも言えるかもな。嫌な職場ね。このことについては、女性職員に対するヒアリング時に、秘密が守られることも説明し、協力を仰いだそうだ。さらに、個別ヒアリングについても実施している。これは、アンケート、ヒアリングの結果、直接被害を受けたもしくは、見たり聞いたりした人に対して、行われたんだ。そして、この個別ヒアリングでは、セクハラ被害を受けている人の傾向がわかった。セクハラされる人の傾向？ああ。入庁して間もない人や、町長に明確に拒否する態度を取れない若い職員、こういう人たちがターゲットになっていた。うわぁ。なんか、卑怯な感じね。こう考えると、この町長、十分、自分がやっていることが問題だという、認識はあるだろうな。だが、町長への委員会からのヒアリングでは、このように町長は回答している。激励の意味で握手したり肩を叩くことはあったものの、口述するが若い子の力をもらわない感でなどの発言。腰や頭を触ったり、抱きついたことはない、これらについては否定しているんだ。セクハラについては否定しているのね。っていうか、若い子の力をもらわない感でってどういうこと？ある職員に対する発言だとされている。この職員は、町長秘書が不在時に、その代役を務めることがあったんだが、ちゃんと食べてるのかと言われ、さらに手、見せてみと言われて手を、数分間さすられたそうだ。その時、こうやって、若い子の力をもらわなあかんでな、と言われたそうだ。キモい。そんなことする人、本当にいるんだ。またこの職員は雑談の中で、最近セクハラ厳しいですなぁと言われたので、ダメに決まってますよと冗談っぽく言ったそうだ。すると町長が、手はどう？腕はどう？お尻はどう？足はどう？と、順番に聞いてきたそうだぜ。キモい。全部ダメですよと答えていたが、手はどうやと聞かれ、断りきれず、手ぐらいなら、と言ってしまったんだ。当然嫌だと思っていたが、町長との力関係から恐怖を感じ、その後も断れなかったようだ。そりゃそうよね。っていうか、この町長、何しに職場に来てるのかしら。
セクハラできる人探しに来てるの？さらにこの職員は、町長にお尻も触られたそうだ。だがさすがに強く拒否すると、その後は触らなくなったそうだ。おそらく町長は、少しずつ身体に触れることで、相手の反応を確認しながら、どこまで触れるか、確認していたんだろうな。うわぁ。卑劣ね。この職員の証言を、町長は否定しているが、第三者委員会は事実と推認しているぜ。当然証拠はないのよね。証言だけか。それじゃ弱いわよね。どうだろうな。ただ、この第三者委員会で、セクハラの証言をした人物は、A から P までいる。つまり報告書には16人の証言があるんだ。全員が口裏を合わせて、町長を陥れるのはまず無理だ。その上で、これだけの証言があるということは、それだけ町長のハラスメントが確実で、しかも根深い問題だということを表しているだろう。それに、実は町長にはセクハラをしていたとされる、確実な証拠が存在する。え？どういうこと？確実な証拠って、抱きついてる写真とか？いや、それは、ある職員と示談をした、というものだ。示談って、まさかセクハラについて、示談したことがあるの？ああ、実は町長のこの示談をした、という情報を、調査の過程で第三者委員会は掴んでいた。そこで第三者委員会は、この件について、示談における公害禁止条項の解除を、合意するよう町長に求めたんだ。は？示談における、何？示談をする場合、当事者間には示談した内容を秘密にする、つまり口外しないように定める。口外禁止条項を定めることがある。特にこういったセクハラなどの示談の場合、その条項が定められている場合が多い、第三者委員会はそう考えた。第三者委員会の人って弁護士だもんね。その道のプロだし、よくわかってるわよね。その通りだ。この条項があると、調査を進める上で、その被害の実態を、正確につかむことができない、そう考えたんだろうな。そのため町長に対し、この口外禁止条項を解除することを求め、その合意文書を作成するよう、求めたんだ。ところが町長は、そもそも示談の事実を否定し、合意書についても作成を拒否する。それは非協力的ね。っていうか、示談が事実じゃないなら、合意書作っても問題ないんじゃないの？だな。結果的に証言者が、勇気を出して話してくれたおかげで、この示談及びセクハラは明るみに出る。そしてその内容は、かなり問題のある町長の行動だったんだ。この示談をした職員に対して、町長が行ったのは、まず、手を触るところからだ。いつもの常套手段ね。どこまで触れるか、確認してるのね。最初は握手、それから二の腕を触っている。職員は、恐怖を感じながらも我慢していたそうだ。それは、ここからエスカレートするんじゃ。霊夢の予感は的中する。次の日に町長から呼ばれ、町長室に行くと、町長が、細いね。食べとる？と言いながら、太ももを揉んできたんだ。職員は拒否したかったが、町長に逆らうと何をされるかわからない、その恐怖から笑顔で対応してしまう。それは、怖いわよね。でも、笑顔で対応しちゃうと、このおっさん、絶対もっとエスカレートしちゃうんじゃ。ああ。職員はさらに次の日も町長に呼ばれる。そして町長は、股間をいきなり触ってきたんだ。それ、完全に犯罪でしょ。さらにその時町長は、なんか思うか？と職員に尋ねたそうだぜ。怖すぎる。職員はおそらくパニックだったんだろう。その時はおそらく、平気なふりをして、町長室を出たものの、恐怖から人目のないところで泣いてしまったそうだぜ。かわいそう。そりゃそうよ。そんなこといきなりするなんて、どう考えてもおかしいわよ。絶対許せない。さすがにこの職員ももう無理だ、と感じたんだろう。他の女性職員に相談したそうだ。すると町長は、またこの職員を町長室に呼び出す。まだ何かする気？いや、町長は職員に対し、すまんかった。誰にも言わんといてくれと、謝罪したそうだ。いや。何言ってんのよ。もう逮捕して、この人逮捕して。犯罪よ犯罪。全くだ。完全にアウトだ。しかもこの職員とは示談しているにもかかわらず、その事実についても隠そうとするなど、反省しているとは思えないな。他にも町長は、多数の女性職員に対し、次のような行動をしてたようだ。キスしようとした、お尻を触った懇親会で胸を触る、肩を抱くように掴まれる、頭を撫でられる。出たわ、頭ポンポン、どこかの町長の得意技でしょ。得意技って、ポケモンかよ。まあとにかく、手を触るところから、相手との距離を詰め、その上で拒否されにくい、いや、拒否できない職員に対し、エスカレートしてセクハラ行為をしていたようだ。手口が雑いわね。
ていうか、なんでこんな男が、長い間見逃されてきてたのかしら。股間の件、間違いなく一発で逮捕でしょ。この町長は、池田町の職員として30年勤めた上、町長としても20年在職している。少なくとも町役場内での影響力は、俺らが思うより、絶大なものがあったのかもしれないな。逆らうと職場で、不利益を被るかもしれない。いや、それだけじゃない。町で暮らす上でも、不利益を被るかもしれない。しかも自分だけでなく、家族もと考えると。それは、怖すぎるわね。そういったことを考え、多くの人が我慢して、表に出なかったんだろうな。ただ、最近のセクハラ、パワハラの事案が明るみに出たことで、これは許されないことだ、そういう意識、勇気を持つことができたのかもしれない。結果、こういった問題が、さらに明るみに出てきたんだろう。そうね。こんなことが起きない、いえ、そもそもあっちゃいけないんだろうけど、ちゃんと問題として、表に出てきたことは良かったのね。それで、この町長はどうなったの？町長については、第三者委員会が、辞職相当として意見している。この報告書が公表された2日後、4月26日に辞職している。家族からも相当言われたそうで、裸の王様だったと、反省の弁を述べていたんだ。王様っていうところが、ちょっとまだあれよね。そもそも町長だからって、偉いわけじゃないのにね。だな。そこからして意識を変えるべきだろう。役職はその義務を果たすために与えられたもので、別にその人が偉いわけじゃない。謙虚に多くの人の役に立つことを考えていれば、こんな行動はそもそもしないだろう。権力を握って、勘違いしてしまったのかもしれないがな。でもこれで、働きやすい職場になりそうよね。よかったじゃない。いや、そう簡単じゃないだろう。こういう人間が長く君臨する組織は、様々な不具合が出る。不具合？ああ。この町長の問題を告発した女性職員らは、報告書が公表された夜、会見を開いている。会見では辞職は当然の判断とする一方で、セクハラを許してきた役場の風潮が根強く、辞職ですぐに改善は期待できないと、厳しい意見を述べているんだ。セクハラを許してきた。ハラスメントの大きな問題の一つに、周囲の人間のメンタルも歪めてしまう、そういうものがある。被害者に共感することで、自分も同じように精神的にダメージを受けたり、同じように被害を受けないよう、見て見ぬふりをしたり、その結果、職場には無気力になったり、諦める人間が増えていくんだ。さらに職員間でも疑心暗鬼になったり、攻撃し合ったり、殺伐とした雰囲気が広がる。さ、最悪じゃない。今回告発した女性たちは、勇気を出して行った行動だが、その女性に対する反感があり、証言をしない、とした職員もいたそうだ。職員同士の連携が取れなくなることも、機能不全な職場の表れかもしれないな。そう考えると、この町長がもたらしたのは、セクハラ被害だけじゃなく、役場、ひいては町全体の不利益かもしれないのね。ああ。だからこそ、ハラスメント対策の重要性が叫ばれている。ただ、こういった人間の入れ替わりが少ない、閉鎖された組織は、その対策がまだまだ、追いついていないのかもしれないな。それじゃ、これからもっといっぱい、こういう問題が出てくるかもしれないわね。そう考えると、ビクビクしてるおっさん、いっぱいいそうじゃない？ぐっふふ。どうだろうな。そもそも、そういう問題意識のある人間は、そんなことしないだろ。確かにね。俺は関係ないぜとか思ってそう。最悪ね。やっぱり、シティハンターみたいな感じで、仕事しちゃいけないのね。お前、そこに戻るのか。あれはファンタジーだぞ。現実にやったら一発、アウトだからな。一発って、もっこり？やめろ。ちなみに外国だと、言い方が違うらしいぜ。私は宝塚のハッスル、がいいと思うわ。ハッスルハッスル、ハッスルダンス。ほれほれ。腰がないのにどうすんだよ。っていうか、発言だけでもアウトだぞ。そろそろ霊夢の暴走が、任意同行から逮捕に進化しそうだな。これぐらいにしとこう。そうね。みんなの隣にも、おかしな隣人がいるかもしれないわ。気をつけて。お前だよ。みんながまた会う時まで、無事に過ごしていることを祈ってるわ。それじゃ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。